この後も全国的に大雨がが続く恐れがあります。北海道ではあと数時間が雨のピークですが東海から西の地域ではあす昼にかけて大雨が続き東海で最大450ミリ四国で400ミリ近畿で350ミリなどと記録的な大雨になる恐れがあります河川の増水や土砂災害に最大級の警戒が必要です